はい、恐竜見学者来た。じゃあ、ダン使うか。最初はトレモとかでとにかくコンボ練習するのがいいか。最初は多分そう、コンボ練習の方がいいと思うんです。なんか基本的な3段みたいなコンボだけで全然いいと思います、最初は。なんかまあ、なんかこう、こういう、ジャンプ攻撃、通常技、キャンセル、昇竜拳みたいな。で、何よりなんていうか、コンボ練習、最初だったらなんかコンボ練習してる方が楽しいまであります。わ、こんなコンボできるみたいな。俺もなんていうか、いろんなキャラ使ってる理由ってなんていうか、やっぱ新しいのが、こうね、目新しくてこうやってるまであるから。ありがとうございます。最初はコンボ練習の方が、楽しいし長続きすると思う。段に変えた途端に、チュンリーなんだけど。最終巻レイド。確かに。あと、こっから、あれだよ。西金さんがプラットフォームの壁を越えてレイドしてくれれば、完璧だ。やないやないかい。配信プラットフォーム越えのレイド。これ。配信プラットフォーム超えたレイド、梅原さんにしか許されてないからな。了解です。ありがとうです。トリコード逆。いただいたならワンタイン。ありがとうございます。俺もな、最初やり始めた時とか、トレモに、いやだって俺、ダンが初めて出た時だって俺、トレモに8時間いたから。ダン出た初日。あ、受け身取れてね。あ、8時間エイパーやってた。なんでだっけや。8時間ひたすら、8時間連続、そう、ひたすらこう、エーパーができないか調べた。その時まだエーパーが見つかってなかった時だったから。でもなんか、どうにかしてエーパーいけねえかなと思って、8時間トレモした結果、見つけたって感じ、エーパーを。で、それをツイッターにアップロードしてハイファイトされたっていう流れだ。エーパ発覚って。わかんないなぁ。あ、そうそう。俺が一番最初に多分、ツイッターに上げたのか。まあ、実際はわかんないけどね。誰かが他に見つけた可能性あるけど、多分、ハイファイトされて、ツイッター上に出ま、なんかリツイートで出回ったのは多分、俺が上げたやつだと思う。ギフト、どうなんだろうね。あ、そうなんだ。全然ツイッチのその仕組みを理解してないんだよ。いや、でも、あれ、もちさん公務員ではないらしいよ。なんか、梅原さんが言ってたけど、なんか、もちさんが、いや、違うよって、なんか、この前。
いとちさまともに来るのサカスみたいなものなので死にガガガ。ファイナルまでよろしくお願いします。近いなぁ。シマネの結果破ってきてもらわないといけないかな。やっちったモルトさんもいつか黒人さんみたいに梅原の友達とかいう二つ流すのかな、わら。でもなんか、あれ、なんだっけな。いや、単純にまあ、いけるキャラがやっぱね、ダンだとき、ほぼいないから。相手チームに。あ、ありがとうございます。で、なんか、最初の、選手紹介動画のなんか二つ名みたいのは、なんか、潜在動画というか、なんか PV を、最初にスタジオで撮影された時の、なんかインタビューで聞かれた。なんか、あだ名みたいのってありますかって言われて。で、なんか、パッと思い浮かばなかったんだけど、唯一思いついたのが、思いついたというか、俺なんか中国だとシェンダンって呼ばれたらしいんだよ。最初。なんか神の段使いってことで。シェンダンっていう。で、なんかそのシェンダンの意味がなんだっけな。もともとはなんか神の丸薬みたいな。なんか神の薬みたいな意味のシェンダンがあって、まあ、そのシェンダンの文字を、シェンダンの段の字を、まあ、こっちね、このゲームの段の方の漢字に変えて、シェンダンってなんか中国で呼ばれてたらしい。で、いやでもシェンダン、いやでも俺さ、ハイガ道剣はね、もはやもう活動しないから。いやでも俺どっちかっていうと重戦車の方がかっけえんだけどな、フードさんの二つ名の方が。俺重戦車欲しいわ。フードさん譲ってくれないから、重戦車。重戦車俺欲しいんだけど、めっちゃ。二つだ。そう。シェンダンだともうほんと段使いで固定されるから。